青い月。うん、俺も自らの変化に驚いている。以前はこのようなことでつまずくことなどなかったはずなのに。いい変化なんじゃないか。鶴に八代っていう完璧さに頼らずにちゃんと役に向き合おうっていうさ。ところで悩みっていうのは？今度の役のことだ。実はマスカレイダーに出演することに決まったのだ。敵の幹部役でな。珍しいね、八代がああいう番組に出るだなんて。俺はこれまで何をやっても主役だった。が、いろんなことをやってみたくなった。そのことを島崎舞子に相談してみたのだ。なるほど。しかし役作りをする上でわからないことがあってな。今度俺が挑戦する役ドクトル・シュラウベはマスカレイダーを憎んでいる反面、戦士として尊敬の念を抱いているのだ。しかし復讐心のみで戦ってきた俺にとって敵は全て憎むべき存在。どのようにすれば戦う相手に敬意を抱けるのかがわからない。もちろんいつものように台本通りに演じきることもできるだろう。だが今度はそれではダメなのだ。俺は敵役、主役を最大限に引き立たせるという使命がある。だから俺は戦いの中で生まれる敬意、それを学びたい。敬意を抱ける相手か。だがそんな相手もうこの世には。イドラスフィアにお前の求める相手はいる。なんだと。葵月、準備を整えておけ。ナバール、ここに一体何がいるというのだ。いいからついてこい。周囲に満ちるこの強力な気配、この持ち主が。気をつけて進もう。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。あの人は。なんだあの存在は。パフォーマー、いや違う、
魂そのものの形。父さん、以前感じた気配はやはりお前の父親だったか。どうして社のお父さんがここに。社、5年前に拾ったのだ。さまよっていたこの哀れな鶴に地下を見る魂よな。父さん。お前は。我が名はロンク、剣を極めしミラージュ。奥底から湧き上がる圧倒的な力、さすがは期待の大天才剣地下鬼の魂だ。なんという剣気だ。すべて俺がいただいたぞ。様、震えているな。感じる。お前の動揺、恐れ、怒りが。よし、感情を制御し、支配してこそ真の表現者だ。お前は落第だ。さあ、息子よ。お前も無念を抱いたまま俺の糧となる。立つんだ、社。イツキの言う通りだ。お前がこいつを撃ち、父の無念を晴らせ。今こそお父さんを超えるんだ。だが今の俺で。今のお前だからできる。だから社。わかった、やってやるさ。力を貸せ、青い月ナバール。あのミラージュを切る。カルネージ4。俺の剣見せてやる。鶴に社、貴様のパフォーマーもいただく。あのパフォーマーの輝き、何であろうと切る。任せろ。エクセル、よろしく。一気に行きましょう。気合い入れなさい。今でよろしくね。お願い。スクエラーキャリー。それ取ってこい。うわん。おお、聞いてくれ。今だよ。プロのキリア、任せるわ。繋いでくれ。頼んだわよ。よろしく。この戦い絶対負けられないよ。これなら。すごい威圧感だ。だけどこれなら。エクサ、うわっ、肩をつける。うわっ。
ナバール、俺に力を貸せ。任せろ。無茶ぶりです。これならどうだ。頼んだ。今だよ。いけるわね。次頼みます。頑張って。来月みんな無理はしないでね。無茶ぶりです。承知。落ち着いて集中して。キッチ、立てるか。まだまだ目障りだ。やったいつでも行けるぞ。判断は任せる。その力存分に使わせ。これでミラージュアタック行けるぞ。了解。承知。これだ。エクセル。翼、無理してない。まだまだ大丈夫だよ。これなら。目障りだ。おっと。目障りだ。やれやれ。これが父さん。ごめんなさい。もらった。続いてください。いけるわね。信じてるぜ。次キッシュ。ミリアお姉ちゃん任せるわ。これが翼の歌。これが芸能の力。悪くない。翼と一緒に頑張って。感謝する。いいね。運命を超える。承知。俺に任せて。肩をつける。間一髪。目障りだ。敵をよく観察しろ。分かっている。ごめんなさい。これならどうだ。どうだ。任せた。今だよ。ジョーノ君。エリー。次頼みます。よろしくね。お願い。もう一頑張りだよ。これなら行けるか、相棒。ああ、いつでも。目障りだ。遅すぎる。肩をつける。いつでも行けるぞ。判断は任せる。無茶ぶりです。あー、見抜けないと思ったか。任せた。今だよ。ぶちかましてきなさい。スクエラン。行って。頼みます。君やお姉ちゃん。守り。ファイトだ。行きましょう。クラブ解き放つ。ヤシロさん、行け。お願い。信じてるぜ。あとはよろしくね。やり。ブラジョン、お待たせしました。やったみんなのおかげだ。この力、受け取って、翼。やったわ。やったわ。いいかしら。もうよい、ロンクよ。ああ。
さん。あれ、近臣さんは食われたって。全部芝居だ。せがれが思い悩んでいると聞いてな。ナバーフに協力してもらい、この場を仕組ませてもらった。一体どうしてここに？5年前、ここにいるロン君が消えるしかなかった私の魂を救ってくれたのだ。残されたせがれが気がかりでな。未練たらしくこの世にとどまらせてもらった。もっとも、このイドラスフィアをこの世と呼ぶのが正しいのならな。だが、我が気がかりは杞憂に終わったようだ。ヤシロよ。はい。強くなったな。技術の方はまだまだだが、友を得て、表現者として、人間として、新たな境地に至ったか。父さん。イツキ君、そしてナバールよ。まだまだ未熟者だが、せがれをよろしく頼む。あ、はい。承知した。ロン君、我がミラージュ、本来は存在しなかった5年間、本当に感謝している。お前に惹かれた俺が好きでやっていたことだ。礼には及ばん。ヤシロ、すまんな。お前には父親らしいことを何も。いや、十分です、父さん。刃を交えるごとにあなたの凄さを、そして思いを感じ取れた。おかげで俺は新たな境地にたどり着けた。これが戦いの中で生まれる敬意。父さん、ありがとうございました。せがれにつける最後の稽古が我が人生最後の舞台か。悪くない、実に悪くない人生だった。え、最後って。ではな、ヤシロよ、稽古を怠るなよ。はい。戻るぞ。稽古の続きだ。レディアントユニティ。ナバール。ヤシロ、
行くぞ、さらなる高みへ。ナバールよ、お前が一芝居打ってくれたおかげで父への思いをようやく過去にすることができた。礼を言うぞ。ああ。それにこの俺を欺くとは、お前もなかなかの役者だな。先の凶暴のことか。当然だろう。常に一番近くで一流の芸能に触れているのだ。そうか。貴様も変わったな。やはりフォルトナに来て正解だったようだ。うん。己の身一つを信じて研鑽することも間違いではない。だが一人では至れない境地があるということもまた事実だ。そこに導いてくれる友との出会いは人生における最大の財産だろうな。ああ、ナバール、お前との出会いも俺にとっては最大の財産の一つだ。そうか。いいぞライガー、刃を通して貴様の思い、強さが伝わってくる。俺は今四天王としてではなく、純粋な戦士としてお前との戦いに身を投じている。クソ、ドクトル・シュラーベ、貴様ほどの男がどうして。どうして、いや、どこで道をたがえたのだろうな。あるいは貴様と良き友になれたかもしれない。シュラーベ、だが過去を悔やんでもせんなきこと。今俺とお前は敵同士だ。さあ決着をつけるぞ。おお、ヤシロ、お前やるじゃねえか。なかなかいい悪役っぷりだな。無論だ。俺を誰だと思っている？ほんと不思議だよな、ヤシロがこんな役をやってるなんて。おかしいか？いや、とてもいいよ。そうか。なんだなんだヤシロ、お前ずいぶん丸くなったんじゃないの？最初は一人で突っ走るよくわからないやつみたいな感じだったのにさ。みんなのおかげじゃない？フォルトナに来てからヤシロもすごく変わった気がする。その通りだ。ここには個性的な人間が揃っている。それがいい影響を及ぼしたのだ。ああ、そういうお前が一番個性的だけどな。だが一番は葵月、お前のおかげだ。葵月、俺はお前から様々なことを学んだ。自分は決して完璧ではないこと、そして他者がいてこその自分だということ。俺は一人では変われなかった。お前がいてくれたからこそ俺は変わることができたんだ。月、お前に心よりの感謝を。買いかぶりすぎだよ。ヤシロにはもともと実力があったんだ。うん、それもそうか。うわ、すごい自信だな。当然だろう。なぜなら俺はフォルトナエンターテイメントの超一流アーティスト、期待の大俳優剣近臣の一人息子で、樹の友人だからな。これからもよろしく頼む。お前の剣として、そして友として。
共に戦っていくことを誓おう。